ごきげんようゲーム実況者の北谷です。新信長の野望をやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、久しぶりに来ましたこちらです。信長包囲網ということで攻略確認していきたいかなと思います。それでは開催期間ということで12月の29日から12月の31日までとなってきます。イベントはですね、信仰阻止と信長支援ということで2段階あります。開始時間はですね、進行阻止の方はすでに始まっていまして、12月30日の12時からスタートとなっています。信長支援の方はですね、12月31日の20時からのスタートとなっています。こちら結論としましては、物資拠点で軍備を10個集めて、バフをですね、こんな感じで 240% にして、同じ兵種で集結して攻撃すればいいというものですね。注意点ということで一つあります。攻撃回数なのですが、領主ごとに20回の制限があります。軍人を攻撃した時に自分が派遣した軍団の数だけ攻撃回数が減少しますのでご注意ください。要はですね、野党砦とか演習拠点の使用に似たような同じようなシステム、スタミナシステムとなっていますので、ソロで集結して2部隊3部隊出してしまいますと、その分攻撃回数減ってしまいますのでご注意ください。それでは具体的な攻略の流れですね。まず一つ目としまして、運用している兵種と同じ物資拠点を10回攻撃ですね、進行します。こちらですね、戦闘がないために騎馬の兵士1で大丈夫です。二つ目としまして、10回攻撃しますと祝福がですね 240% 乗ります。こちら確認します。3番目です。集結して敵軍人に攻撃仕掛けていきます。こちらポイントとしましては、集結する兵士を合わせることでバフがですね最大 600% まで乗ります。兵種違いですとバフの恩恵を完全に受けられないのでご注意ください。ですので、同兵種ですね、例えば騎馬なら騎馬同士、鉄砲なら鉄砲同士という形で部隊を出し合って集結で攻撃していくというのは基本的な流れとなってきます。それで物資拠点です。こちらなのですが、戦闘は発生せず攻撃することで拠点に応じたイベント専用の行軍短縮アイテムですね、こっちとかこっちです、これを入手できます。物資レベルの拠点のレベルが高いほどアイテムが多く獲得できます。資源エリア1では物資拠点1とか2が点在しています。資源エリア2では物資拠点3が点在しているという形となります。こちらですね、一度進行してしまうと消えてしまうのですが、豪傑司令のですね、聖野党のように近くに湧きます。まあ、大体ですね、この画面の範囲内くらいにはまた湧きますので、連続して活用できるかなと思います。自分がですね、メインで運用している物資拠点をうまくですね、10回攻撃ということで活用するといいかなと思います。同盟のコロニーの近くにある物資拠点を同盟で共有すると便利かなと思います。で続きまして軍備です。この物資というところをタップすると出てきます。こちらなのですが、イベント専用の祝福ですね。こちら2種類のアイテムは所有できませんので、入手した場合はどうなるのかというと、リセットになってしまいますので、1種類のみとなってきます。資源エリア1とか2、ともにですね、入手できるアイテムバフは同じとなってきますので、近所の物資拠点でですね、強化効果をかけてから、敵拠点の方に攻撃していくという流れとなります。続きまして敵の拠点ですね、軍人と部隊ということでお話していきたいと思います。それぞれの区域に1つずつ敵拠点があります。それでは敵部隊ということで先方から見ていきたいと思います。敵兵はですね、33万ということで前回よりも多くなってます。軍団なのですが、5軍団でですね、1集団を形成しています。こちらですね、バフなしでいくと敵の兵士削りきれないんですけれども、しっかり個人バフですね、まあ 240%、まあ、集結で600までは乗せなくても大丈夫なんですけど、集結である程度乗せれば攻略可能となってきます。敵部隊編成ということでもうちょっと見ていきますね。こちら特徴としまして、なんといっても10ターンの制限があります。10ターン以内に一気に敵軍団を殲滅するだけの火力が必要となってきますので、火力重視の部隊編成がいいと思います。祝福なんですけれども、防御の方には乗っているんですが、攻撃の方には乗っていませんので、ダメージはですね、ほぼほぼ出てこないです。ですので攻撃重視ということを部隊編成して攻撃するのはいいかなと思います。集結の目安なんですが、今のところですね、 T9 ですね、兵士レベル9であれば4軍団もあれば十分かなというところですね。まあ T10 であれば2軍団もあれば十分かなと思います。
私 TQ の鉄砲なんですけれども、兵士がですね3万3000のうちに1万3000ですね、今1万4000近く削れているので、まあ鉄砲のそこそこの部隊であれば、まあ4部隊、まあ3部隊もあれば削れるかな、まあ余裕見て4部隊かなというような目安です。続きまして信長支援です。攻撃回数はですね、領主ごとに20回の制限があります。自分が派遣した軍団の数だけ攻撃回数が減少していきますので注意が必要ですね。進行阻止との違いとしましてはですね、信長本陣が陥落すると負けとなってきます。またですね、物資拠点がないというのも特徴ですね。ですので物資拠点でバフかけて攻撃するということができないです。敵拠点と部隊ということでお話ししていきたいと思います。こちら敵拠点なのですが、資源エリアに2東西1つずつ敵拠点があります。5軍団で構成されています。兵士の数についてはまだ始まっていないのでわからないのですが、前回よりも増加していると思われます。1ゲージ1集団です。軍団完全撃破で1ゲージ減っていきます。敗北した場合はですね、ゲージ減少はなしです。こちらもですね、一気に敵軍団を壊滅するだけの火力が必要となってきます。制限ターンはですね20ターンです。部隊編成としましては、こちらもですね、回復ではなく火力重視の部隊編成がいいかなと思います。攻略のポイントとしましては、一向一揆のような襲撃がですね、織田本陣ですね、味方にあります。敵本陣を攻撃すると織田軍ですね、味方への攻撃が止んできます。信長本陣が陥落すると負けとなってきますね。それまでに敵本陣を協力して落としていくというのがですね、信長支援のポイントとなってきます。はい、ということで今回はですね、信長包囲網確認版ということで攻略方法の確認してみました。動画ご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかいいねありがとうございます。とても活動の励みとなっています。今後もですね、新信長の野望は投稿していきますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。